当たってないかを確かめるためにね、レイアップを引いた後、ここのね、キャラクター選択メニューをいじると当たってる場合はいじれないらしいの。なのでちょっとやってみますね。あ、本当いじれんの？あ、いじれちゃったじゃん。いじれちゃったよ。ちょっとモチベーション下がっちゃう。やっぱ見るのやめよう。お、ダメ、これいじれちゃう、いじれちゃう。あ、え、いじれない、いじれなかった、いじれなかった。あ、めでたく10でした。いじれなかった、いじれなかった、いじれなかった、本当だ。はーい。お、あ、やった、ボーナスもだ。はーい、久しぶりのレギュラーです。受験ボーナス、10、1ポイント。終わり？あ、え？めっちゃ乗っちゃった。 OK ってことは、じゃあさっきのプラス 6？ やばいじゃん、やばいじゃん、やばいやばい、ニヤニヤが、ニヤニヤが止まらない。やばいやつ、終わるやつだこれ。お願い、お願い。お願い、終わった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 。じゃあまず私こんなもんだよな、こんなもんです。33、40、おー、もうあった、あ、復活、よし、さて、今回は当てたい。お、いよいよ、今回は順調です。お、順調、はい、もらいました、やったね。これは当たりです、もう確定です。やったね。こっからの上乗せ入ります。これそうなんです、チャンスゾーンでこっち行くと入った後の残りゲームで上乗せになるんですよ。85ゲームおー、きたー、一旦次ゲイ入るといいな。あー、勝てるかな。お、いいよいいよ、お、あー、勝ったーでしょう、ほら、やっぱりゲイ。ブルブルーン、このブルブルが気持ちいいんだよね。
タン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 、お願い、なんでもないやつ。今連続チェリーが単線に変わった気持ちいいやつやりました。たまらねえやつ、たまらねえやつ。ほい、おお、やばい、16回で7個乗せたから、やばいやばいやばい、イエイ、ステイ、イッステイ、ステイ、さあ、じゃあマックス、やったー、わー、よし、行けました20です。今回こそ続けよう、頑張ろう。もう終わりかね、そろそろ。でもここで終わっちゃうとさ、頭突きコンボも腹筋アタックも入るチャンスがね。いやー、頑張れ。あー、やられちゃった。終わったっぽいね、今度こそ。あ、終わっちゃった。枚数はここで後で見てください。ダメだった気がする。ほら、やっぱり終わりましたよ。ということで、なかなかない。というわけで本日の結果はこちら、1873枚。ここ100列で頑張っていきたいと思います。え、びっくりした、びっくりした。もしや、やったー、やりました、よかったー。それでは再び鉄拳ラッシュスタートです。え、なんだこれは。え、やばいじゃん、これ勝つわけないけど、勝ったらデビルじゃん。そうだ、ね、よかった。でもこのバトルに行ってドキドキできただけでよかった。残念ながら、あ、本当ドキドキした。事件です。あたたたが大好物の神様の好物のポチーズで、あ、ガッナーラッキーポチーズポイントいただきました。やったね。いや、なんかほらマジックモンスター3も神様が好きだから打った台なんですけど、これもきっと好きになっちゃうんじゃないかな。どうも、もうやっちゃっていいですか。わかんないです。これでも下手でもいけるのかな。私結構パチンコ入った、あ、やばいやばい、あ、入った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 、え、入ったよ。あ、あ、ここ、え、で、超邪魔。入んなー、あ、モグラ出てくる。ほんのな、かわいい。あ、お、開いた開いた開いた、あー、モグラさんキャッチした、やばいやばいやばい、当たった。
何どうなの、5枚投げた、あ止めて、ワンタン、あーご飯2ラウンドポイント、さっきので入りました、入った入ったいいですか、ありがとうございます、お疲れ様です。これ井戸っぽい、ただこっぽいやつでしょ、3点届いてみる、はいはい、お疲れ様です、お疲れ様です、今日すごいね楽しかったんですけどこれ見れないみたい、はい、いや違う、今日もねたくさんねスロットで目使ったから目が良くなるマジカルアイってやつを今ちょっと見てただけだ、そうなんですよ、ね、とりあえず初当たりは軽いんですよ、ただずっと望んでたアラちゃん広角での当たりがゼロだったんで、入ってたのか引けなかったのか全然わかんないんですけど、でも良かったですよね、うん、どうせあれですね、結構あれって私の周りが全体的に結構あれな感じになっちゃってるんで、うん、なんかそんな匂いがプンプンしましたね、どっちのあれかな、いいあれ、いいあれ、うん、もうそっち系の間違えて、間違えてちょっとなんか間違えないだろ、そこはちゃんと考えて打ってやるよ、どんどんどん入っちゃってんだろうなっていう匂いしかしなかったですね、もう前知っちゃったから、はい、せーの、これは297、624ポイント、なんで、いやはいじゃなくてやったー、やったじゃねえよ、待って待って待って、なんでかわい、すごくかわいそうで353ポイントもあるの、バカじゃないのそう、かわいそう、じゃあ私もかわいそうポイントで工藤だから910点もらえない、うん、これがね、あこれね、なんか私出した、さっきねあの3、ワンじゃないんですけど初めましての人にあげたんですよ、1枚だけ、1人だけ、これ何の人なんですかって聞かれて、ジャンマリンの紹介を結構熱弁したんですよ、仕込みじゃないですね、いや本当になんでここにねあの出した記憶がないやつがあるんだろうと思ってて、結構前に出来たての頃神様にあげたんだっけかなみたいな、それぐらいの主役じゃないですか、これだって今日新品あげましたからね、ちゃんとちょっと、うん、これはねちょっと傷ついちゃったね、ごめんごめんごめん、あの、うん、でもポイントの不当な不正なポイントだと思ってたけど、妥当です、妥当です、そうだね、いいよ、もう絶対勝てる、いいもう本気でこの悔しさの分舞さんに全部つけてきますね、ねえでもね言わせて、まあ、小学校の頃ね、学年で一番強かったの、ちょっと待って待って、腕相撲だけじゃないんですか、瞬発力がすごい強いの、それでは発狂残った、ね、それはプロレス柔道だろ、それはわかんないもん、どうせめっちゃ押されるんや待って、縁もないしお尻ついちゃいけないのは知ってるけど、そうだよ、どうしたら勝ちなのこれ、あおミコの負けだな、いいよいいよ来い、マイさんめっちゃ強い、お前ブラ取るぞブラ取るぞもうマイさんめっちゃ跳ねんち見せたがりでしょ、それ少なすぎるからミコガードルでお前誘ってんのかほらねえミコお尻見えてる横から、いや見てないね、ちょっとミコいつの間にかすね毛濃くない、すね毛濃くない、ちょっとすね毛じゃないんです、これ2杯なんでねちょっとバカにしないでください、マイさんなんでマイさんこと片足で反り忘れちゃってるんですか、いや違う違う反り忘れたんじゃなくて片っぽ脱がされたの、ミコにいやでもマイさんなんかとりあえず目線が困って、これ仕方ないですね、目線が困って本気出せない、マイさんのこの姿のせいで、なんでちゃんと胸隠してるよ胸隠して結構ギリですよ、尻隠さずじゃん、お互い何がっつり何いや、やるんだよやるんだよ、お相撲なんでね、うん、一緒ねえ、これこのお相撲さんを買い取るのにどんだけうちらガチャガチャ回したと思ってるの、うん、
経費で落ちないお金ですよ。そう自分たちで両替しに行ってこうやってやってたの。しかもね、最後にあれはないとダメだってやったやつ使ってないですからね。そのためには1000円崩したんですよ。そうだよ、本当に無駄な経験、みんなの努力の結晶ですからね、うん、無駄じゃないよ。こちらの豚の貯金箱、皆さんぜひ余ってる小銭とかございましたらこちらで貯金していただいて、それを両替して取る箱1枚ずつ結構時間かかるんじゃない。じゃあバカじゃないの誰が誰が掃除すんの、怪我しちゃうでしょ店員さんね。まあまあ分資金にするなりなんなり、これで貯めて旅行に行くなりなんなり、皆さんお好きなようにお金を貯めていただきたいと思います。そして皆さん、パチスロを打ちすぎて目を酷使して疲れちゃってね、視力がもしかしたら悪くなってる方もいると思うんですよ。ほら、毎日3分間続けていたら 0.6 から 1.0 になってびっくり。これ生の声です。そうなんです。それはないよね、上乗せ特化ゾーンじゃないですから、この方は 1.5 ぐらいじゃないかな、まあ、そうですね、そうね、人間の可能な、そう、人間にはほらちゃんと制限がありますから、うん、ということで皆さんパチスロを打って疲れて、こちらの目で待ってください、こちらの本で目を癒していただいて、マイさん、これもプレゼントだからもうマイさんにも忘れられちゃったから、もうかわいそうポイント。そうね、そう、それと3点セットです、はい、3点セットです。このちょっと捨てられちゃったかわいそうな飯、みんな捨てないでね、本当に。なので次は捨てられないように大事にしてくださいね。欲しいという方はですね、ぜひここら辺に多分あると思うんですけども、こちら宛に、住所、名前、まあ適当で欲しいという方はどしどしご応募ください。待っております。そうなんか今日朝から呪いのようにパルサーパルサー言って、シズはパルサーしか打てないから、パルサー取られたらもう今日打てないからみたいなこと言ってたけど、なんでぼちぼち引いたよ、引けてるよ多分。いやこれ当てないと本当に